パート3です田中先生と日本と朝鮮の近現代史前回のお話で19世紀から20世紀世紀の変わり目までお話が及びました日清戦争の後朝鮮の独立が謳われけれどその朝鮮においては B 妃がいた頃は表に出なかった恒荘というその皇帝が なんと朝鮮のロシア公使館で質問を取り始めたという日本から見たら信じられない状況になってきたそれは朝鮮でのロシアの影響力は強まるということを意味すると思います当然半島の安全それを第一に掲げていた日本政府としては憂慮すべき状態だと思うのですがここから日露戦争の例えばあの布石が打たれていたということでしょうか 先生お願いします、はい、えー、っとですね構想、朝鮮国王の構想ですね、はい、でこれがロシア公使館で質問を取るようになるんですが、はい、えっと先ほど少しお話をしたその中国分割競争の影響で、東アジアでナショナリズムが高まるんですね。うんうん、というのは、要は植民地化の危機で、このままだとまずいっていうのが、まず中国で出てきます。 で具体的な例としては中国だと墓術の変法と呼ばれる、はいえー、交渉帝の下での改革ですね。うん、でそれから、義和談事件。はい、まあこれも過激なナショナリズムと捉えればいいと思うんですよね。要は、このままじゃまずいんでっていう、外国を武力でっていう。で、その影響が朝鮮に及ぶことになります。はい、というのは、 えと朝鮮は1897年に、えー、と国王大韓帝国と解称します。はい、で、韓国皇帝皇宗になります。うん、で、この皇帝を名乗る、それから帝国を名乗るっていうのは、はい、周辺国と対等であるっていう意味なんですね。うん、まあ、秦も帝国ですし、日本も大日本帝国ですから。うんうんうん でこれはナショナリズムの一つ、発露ですよね。自分たちは日本とかシンとかで、ロシアもまあ帝国ですからね、皇帝の国ですから、それと対等な国なんだという、でそうすると、ロシアに頼る状況はまずいってことになるわけですよね。うんまあ、韓国の力で自分の国を、独立を維持しよう。なので、このあと路派の勢力は後退します。 でまず押さえておきたいのは、こういう状況下で日本の外交方針が変わってくるということです。うん、というのは、今までは朝鮮を近代化させるために親日派を増やそうだったんですけど、はい、もう親日派増やせないんですよね、この状況で,はでそうすると、勢力が後退していったら、親日派の勢力はまた盛り返したりはしないんでしょうか、はい、ナショナリズムがやっぱ高まってると。 外国に頼るっていう発想になかなかなりにくくなるんで、うん、じゃあどうするか。はい、植民地にするしかないだろうと。あ<ー>ですからちょうど世紀の変わり目ぐらいですかね、1900年頃とかあたりです。うん、内閣でいうと山形、有朋の丸二内閣とかですけど、うん、このあたりから、 朝鮮の植民地化もやむを得ないのか、やむを得ないというか、それをしないと安全保障が確保できないのではないかという考え方が、日本政府内である程度一定数を占めるようになります。なるほど、はいうん。それは朝鮮のナショナリズムを受けてってことですね。そうですねなかなかその中で、やっぱり親日和を拡大させようとすると、それはやっぱり批判につながりますから、当然、日本に対する。うんうん、はい まあいうことですかねまずは、はい、そして1904年から1905年にかけてあの日露戦争が起きました、はい、でこの日露戦争で日本が勝利したということは日本と朝鮮の間にどのようなあの、えっと、影響をもたらしたんでしょうかえとまず日露戦争の最大の要因はですね、うんうん、年にまず ロシアが、ととを咀嚼したことです、ね、あさっきおっしゃってたやつですね。中国分割競争の中で、両、え、東、ー、半島の先端にある旅順と大連、うんうん、とりわけ旅順ですね、うんうん、ここは軍港なんですよ。で、一年中凍らないんです。うん、で、ロシアは、その一年中凍らない港ですね、不登校とかってよく言ったりするんですが、ウラジオストックぐらいしかないんですよ。うん でウラジオストックも、まあ、ちょっと寒さ次第では凍ったりするんですね。でただ、一応ウラジオストックは使えるで、ウラジオストックだけじゃ困るんですで、旅順にも、もともと目をつけてるんですよね。で、これがやっぱり三国干渉の一つ大きな要因になるんで、ロシアが目をつけてた両東半島の旅順を日本が横から重なっ,っていったっていう、まあ、ロシア側の理解になるので。うん でじゃあ、旅順を1898年に25年の期限で咀嚼しました、次は、ロシア側が考えることは、旅順を陸と海でつなげるということで,、うん、でまずそうすると,、えー、と、陸の話からしますと、鉄道ということになります、えー。まずはシベリア鉄道。はい、ただ、シベリア鉄道は、えー かななりり遠回りなんですねシベリア鉄道ってあれはロシア領内を通りますので、黒竜、うんえっと、港っていう満州とロシアの境にある川の北側を通るんですね。うんうん、で、そうすると、これはもうまあ当然、かなり遠回りってことになるんで、えー、ウラジオストックから満州を突っ切るように、東進鉄道っていう鉄道を引くんですね、うんうん、東の新と書いて、東進鉄道です。で 中国は賠償金を日本に支払わなければいけません。日清戦争の賠償金を支払わなければいけないんですが、まあ、当然支払えないんですで、そうすると他の国から借りなきゃいけないんです、ね。で、その借りるときの担保として、いろんな国に租借をするんです。土地を貸すんです。うん、その一つが旅順大連。 うん、ってこと、さっきの三島半島のイギリス、ドイツ、あるいは、あの、旅順の。ロシアみたいなのを、分割されていった、原因はやっぱり日清戦争の賠償金だった。そうです。はい。うん、そうです。はい。で、国民に重税かけますんで、神話。うんうん、そうすると、義和団事件が発生するっていう、うん、だから、義和団事件も日清戦争が原因なんです。なるほど。極論突き詰めていくと、うん、まあ、やっぱり重税をかけてるから、ブワっと反乱が広まるんで。うん その東新鉄道、満州の間を突っ切るんですけど、ウラジオストクから、その途中駅にハルビンがあるんです。伊藤博文が安順軍に暗殺された駅として有名ですけど、そのハルビンから旅順大連に向けて、さらに南に鉄道を引いていきます。これが東新鉄道の南満州支線。にこの ハルビン・旅順間の鉄道のうち、長いに春と書いて長春という駅があるんですけど、はい、その長春から南が日露戦争後に日本領になります。うん、日本領というか、日本の鉄道になります。うん、ハルビンからじゃなくて、長州からですね。これがいわゆる満鉄ですね、日本、うん、鉄道株式会社になります。はい、で、こういうふうにまず鉄道を引きます。でそうすると次は 満州って中国領なんです、うん、これはあの前に満州事変をお話しした時にも強調したと思うんですけど、はい、満州って中国の領土なんで、うん、中国の領土の中をロシアの鉄道が走ることになります。南満州支線もそうですし、うんうん、東進鉄道本線もそうです、ねうんうん、あ,あそうだね、東進鉄道も建てたのはロシアですね、信、ね、じ,じゃなくて。はい、はいうんはい で中国の領土の中をロシアの鉄道が走るという、はい、そういう状況になります。はい、ギワ和団事件の時に、このレ、うん、鉄道は被害を受けるんですよ。うんギワ和団事件ってナショナリズムが高まってますから、中国の。不審滅用でしたっけそうです、不審、うん、滅用ですから。うん、で、そのギワ和団事件を一ついい名目にして、ロシアは満州を1900年、軍事占領します。うんうん、つまりこれは、旅順と。 ウラジオストックを結ぶ鉄道を年で支配しようという発想なんですよ。うんうん、非常にもう分かりやすいロシアの欲望が出てきてるんです。うんうん、で、これに対して国際社会は強く批判するんですが、もう一つロシアがやりたいのが何かっていうと、ウラジオストックと旅順の間を自由に船で行き来できるようにしたい。うん、で、そうすると、重要なのは、対馬海峡の制海権。うん、うん ここを通りますんで,で、そうすると見えてくるんですよ。次、ロシアが何をするか。少なくとも対馬海峡の北岸、つまり朝鮮半島について、ロシアの影響力のもとにあった方が、政界権が安定する。なるほど。うん、でもう少し強めに言えば。 九州までで取った方がいいです、ね、お当時の日本の政府はもうひしひしと感じたわけですね、はい、でそこまでいかなくていとだからここがまずポイントで、対馬海峡の政界権というのが、これ、あんまり強調されないんですけどそうね、そうだか、ね、ら、うん、非常に大事ですよね。うんはい、で、例えば対馬とか、ロシアは狙うわけですよ。 で日本は朝鮮をもう保護国、植民地にしようってう文脈で考えると、ここがぶつかるんですよね。朝鮮をロシアの影響力に置きたいという、まあ、ロシア、自分の影響力下に置きたいロシアと、朝鮮は自分のものだと考える日本、これ、帝国主義的な対立、ですから日露戦争は帝国主義戦争ということになります。 その場所が、えー、と満州だったってことですね、場所っていうか、うんはい、だけどその、<で>本当に利益のぶつかっている場所は実は満州というよりは、半島および対馬海,海峡だったと。ですから、まずこれ、もう結論から話しますけど、日露戦争は日本にとってはもう想定外の大勝利です。うん、なぜかというと、朝鮮は愚か、 南満州鉄道などを取ったってことは、これ、想定外の大成功なんですよ。満州なんて正直言えば、日本にとってはっていう感じなんですよ。なんですあなるほど。うんはい、で、えーと、日露戦争の具体的な話っていうのは、し始めるときりがなくなりますんで、<っ>かいつまんで要点だけ話しますと、うん、なぜロシアが南に出てくるか、対馬海峡の政界権だ。 その一番大元になっているのは、ロシアが旅順を咀嚼したことだと。と、うん、いうことは、日本側の標的は旅順ということになります。うん、旅順を取れば、ロシアが南下してくることはなくなります。だから旅順の攻撃にあれだけこだわってんですねそ、まず。そうです、旅順の攻撃。でもう一つは、うん、これも重要な視点なんですが、対馬海峡の政界権がないと、日本は戦争できないんです。そ、うん、それはそうですよ そう,ですでそうするとい、うんはい、旅順からロシアの太平洋艦隊が出てくることは困るんです、極東艦隊が出てくることは困るので、うん、まず旅順を攻撃しよう、だから旅順封鎖作戦なんです、失敗、うんうん、しますけどね、うん、広瀬武雄ですから。 杉野はいずこみたいな。杉野さんを探して頑張ったっていうのが <laughs>。そう大半直撃して。戦死っていう形になりますけどね。うん、軍神広征。うん、まあ、いずれにせよ、その対馬海峡の制海権。これを、やっぱり確保することは、日本側にとっては、絶対に欠かせないという視点を持つと。だいぶクリアに見えてくる。そうだね。 なんであ旅、旅順にあれだけこだわるのかとか、はい、ということもそういうことなんですね、結局ね。結局、えーと、有名なバルチック艦隊が、うん、まあ近づいてきて、旅順にいる極東艦隊とバルチック艦隊の挟み位置を受けて、日本の連合艦隊がやられた場合、対馬、うん、海峡の制海権をロシアに取られますので、ね、この時点で負けですから。だからそこを まずバルチック艦隊が来る前に、旅順を攻め落とさなければいけないというのと、まあ、バルチック艦隊も迎撃して、いわゆる政界権を安定的に確保しなきゃいけないということで、まあ、対馬沖海戦ですね、日本海海戦っていいますけど、あれは対馬沖海戦ですから、対馬海峡で行われてますんで、それはもう先生のお言葉ではもう、想定外の大勝利でも 完全にワンサイドゲームでしたね、あ沖の改正は。はい、沖の改正はすごかったですね、あれはね。んなんですかね、まあ、パルチ艦隊がやっぱり世界反襲してきてるっていうのが大きいと思います。で、士気も下がってますしね、やっぱり両陣攻め落とされてますから、はい。弾も当たらないってなっちゃうんでね、疲れてたりするというね。は。で、それ以前の段階で旅順も落としていて、旅順艦隊無力化しているから、これでロシアの海軍が。 なくなって、はい、あの、えっ、ー、と、もう、その後のポーツマス条約に行くわけですよね。そうですね。<れ>まあ、えっ、ー、と、だ、日本海海戦で勝利したことを受けて。うん、日本側としてはもう講和に持ち込むという。うん、はい。かなり無謀な戦争でしたけど。 当時の明治政府は、まあ、これ、いつやめるかっていうことが念頭にあったんで、うん、そこがやっぱりアジア太平洋戦争との一番の違いですかね。うん、もういつやめるかっていうことに関して明確な見識がなかったのが、やっぱり昭和のはい、はい、指導者たちだったと、うん。思で,で、この後朝鮮が日本の保護国になってしまうんでしょうか。はいえー、とまず順番に説明をしますと、はい、日露戦争を日本が始めたもう一つの要因がですね。 軍事力でっていうことなんですよというのは何を言っているかというと、うん、日露戦争って、両順大連で、まず両順で始まるわけですよね、例えばその戦争っていうのが、両、はいうん、順までじゃあどうやっていくんですかって話になるわけです、うん、当然、これ、朝鮮半島を経由していくわけですよね。うんうん、で、朝鮮半島を経由するってことは、日本軍は韓国にあの通行の許可を取らなきゃいけないんですよ。うん 勝手にの他の国に軍隊が上がり込むなんてことは、これ、全体日本なんで、けどそれ、日本やるんですよそうですね、まず無断で上陸して、その後に朝鮮半島に当然もう軍隊がいますから、その軍隊の圧力をかけて、日韓議定書っていうのを締結させて。 俺たち自由に朝鮮半島を通行していいよな、みたいなあこれは日,日,日,露日露戦争の前ですね、これは。日露戦争中です、ね、あ中か。だから、すごい違法行為やってるんですよ、うん、いきなり朝鮮半島に軍隊、ボンと乗っけて、これが違法行為なんですよ。うん、で、その軍隊を駐留させてることを条件に、俺たち軍隊自由に通行していいよなっていう要求、叩きつけられたら、もう朝鮮政府こんなもう、うんって言うしかないわけですよね、韓国政府は。うん で、すでこの戦争で少なくとも互角以上に戦えば、だって軍隊が駐留してるわけですから、意欲の圧力かけられますよね。うん、で、年が改まって1905年ですね、えーと、まだ日露戦争中です、第一次日韓協約っていうのを締結して、はい、韓国政府に日本政府が推薦する、 えー、財政顧問と外交顧問かな、これを置けっていうことをう、うん、あの提案して、軍隊がいますから、うん、韓国側は当然分かりましたっていうことになるんですけど、はい、これはもう明らかな内政干渉ですよね、外交顧問とか財政顧問を送って、21か条の要求のところでも出てきましたけど、うん、これやるのはもう内政干渉なんで、もうこの時点で日本は韓国を明確に。 保護国化する意図があったと言えます、うん、これが戦争中です、うん、で、えっ、ー、とポーツマス条約が1905年の夏ですね8月に最終的に会議が開かれて条約が締結されるんですけど、はいはい、まずロシアに韓国は日本の指導権のもとにあるっていうことを認めさせます、はいはい、つまりこれから日本は保護国にするけどロシアは OK だよなっていうのを条約として結ばせます それからその前後に、えー、とまず一つが桂・タフト協定という、アメリカと日本の間で結ばれた、えーと、桂は当時の内閣総理大臣、桂太郎。タフトはアメリカの国務長官ですね。うん、で、この二人が、えー、会談して、アメリカのフィリピンの権益を日本が認める。で、アメリカは日本の韓国の権益を認める。 ということは、これで日本はアメリカから韓国保護国家の了解を取ったということになります。うんうん、続いて、日英同盟、これを1905年に更新します。すで、はい、に日英同盟は1902年に締結されてるんですが、うん、これを更新して、えー、まず日英同盟を正式な同盟にします。うん、正式な同盟にするというのは、うん、日英同盟って面白い同盟で、えー、これは、 いつかの対談で多分お話ししたと思うんですけど、はいえー、日本とロシアが戦争になった場合は、イギリスは中立なんですね。うん、で、ロシアの同盟国であるフランスが参戦してきた場合は、イギリスも参戦する。うん、ただし、イギリスはフランスと戦うんです。なので、日本はロシアとは独力で戦わなければいけないというのが、第一日英同盟協約なんです。うん フランスが来ても、フランスとだけ戦うってことですね、すイギリスは。うんはい、でそうすると、これ、フランスは絶対参戦してきませんので、うん、イギリスと戦う気は全くないんですけれそうすると、うん、まあ簡単に言え日本 VS ロシア、フランスってなることを避けれるんですね。うん、だからよく言われる日英同盟を締結して、日本がロシアと戦争しようとしたっていうのは、イギリスの力を利用してっていうのは誤りです、ねうん、なんでかというと、あのイギリスは参戦してくれませんので。うん でロシアとフランスを牽制できるってことですね。で、その条約を改めまして、同盟を。お互いが戦争になった場合は参戦するという規定が入ります。<ー>まあこれが一般的な同盟です。うんうん、ちなみに、えーと、この規定があるので、第一次世界大戦の時に日本は日英同盟を理由に参戦します。はい、一応、そういう文脈になりますので、これも結構あの重要な一応、同盟になりますが、一方で、 イギリスののイインドの権益を日本が認める、うん、イギリスは日本の韓国の権益を認める形をりますてとちょっとアメリカ、えーと、イギリス等々ですね、すあのちゃんと韓国をよろしくお願いしますっていうふうにやってるわけですね、日本としては。 でこの根回しをしているのはの、えー、おそらく三国干渉の失敗から学んだものと思われます。うん、三国干渉は何も根回しせずに、両党半島を取った結果として、ロシアがフランス、ドイツを誘って、こう圧力かけてきたという部分がありますので、まあ、だいぶこう帝国主義的外交も身についてきたって感じですかね、日本としては。ということは、もう、その。 日露戦争が終わったあたりからもう韓国のまあ保護国家というか植民地家というかそれはもうそっちの方向に走っていたんでしょうね日本はそうですね、うん、もう明確に外堀を埋めて一個一個進めていこうっていう感じですね事実1 9 0 5年の年末に、はいえー、第二次日韓協約を締結して、はい、韓国政府の外交権を接収します、うん、でこれが 韓国の保護国家というのは基本的に外交権を奪うことを指しますので。<ー>はい、これは1905年です、ね。5年の年末です、はい年末はい。もう戦争が終わってって<で>ってことですね。そうです、終わってます。外交権を担当する、まあ、韓国の外交を担当する役割を、韓国党幹部と呼ばれる役所に担当させる。うん で初代韓国統監が伊藤博文という文脈になります。はい。ハーグ密使事件というのがこの頃あったというふうに聞いたんですけど、はい、どんな事件だったんでしょうか。えー、ハーグ密使事件がこの後に起こる事件になります。はい、オランダのハーグで、えー、バンコク平和会議というのが開催されるんですね。うんうん、でその、えー、まあ日露戦争がかなり 悲惨な事件だったんでそれを受け戦争だったので、それを受けて、まあ、平和のために何ができるかという、まあ、人間が必ずやることですね、あの戦争が起こるとそういうことを言い始めるんですけど、その会議の席上に、韓国皇帝皇争の使者が現れて、日本の、まあ、なんて言うんでしょう、こう韓国に対する、まあ、いろんなこう外交ですね、まあ、やり方をこう訴えるという、諸外国に訴えて、まあ、なんて言うんでしょう、 共感を取ろうというような狙いがあったようですけど、うん、失敗に終わります。あ<ー>で、これ失敗に終わるのは、一言、オタクは外交権ないよね、うん。他の列強が言ったためです。で、その他の列強が日本の肩を持つのは、日本が根回しして言るす。なるほど。はい。例えば議長国がこれ、ロシアなんですけど、 もう議長国、ロシアがもう全くこのいわゆる韓国皇帝構想の使者を相手にしない。はい、さっきので、ね、でロシアとかアメリカとかイギリスへの根回しがここで聞,聞いたということですね。うん、でただあの、当然これは外交の席上で日本政府としてはもう恥をかかせられたという当然理解になりますので、うん、1907年ですね。 えー、まず韓国皇帝の構想を退位させます、まあ、要は余計な動きをしたということですね、うんで、息子を即位させるんですけど、その上で、えー、第3次日韓協約を締結し、内政権を接種します、あうんはい、で、韓国軍隊も解散させるということですね。うん そうなったら完全にもう植民地みたいになっちゃいますね事実上の植民地化と言っていいんですが、韓国の軍隊をまあ解散させたことによって、その韓国軍兵士たち、これが反発して、いわゆる義兵闘争と呼ばれる内乱状態に突入します。うん、これもね、あんまり知られてないんですけど、1907年に義兵闘争本格化してから1910年に韓国併合されるまでの間に、 えー、朝鮮の義兵闘争で亡くなった方々、朝鮮で1万8000人、<ー>日本軍と義兵の衝突回数が2500回を超えます。ですので、もう事実上、内乱状態と言っていいです。ってことはやっぱりあのあの当時の日韓併合っていうのは平和に行われたとかって。 言われたりするけど、その日韓併合の前に、この義兵闘争という形でもう、ものすごい衝突があったんですね、はい、やはり。そうで,でまあ、これが伊藤博文が、韓国併合をなるべく時期を遅らそうとした一つの背景です。だからもう、こんな状態になってるのに、このあと、うん、例えば併合条約なんか結んでであやれば。 いやもっと反発強まるでしょっていうのが伊藤博文の見解ですねただじゃあ伊藤博文はどうしようと考えてたかっていうと、まあ、これ文化政策とかって呼ばれるんですけど何て言うんでしょうその日本側が多額の資金を出して例えばそのよくこれ言われますけどね韓国植民地化されてから学校の数が増えて韓国の識字率が向上しただとか あの韓国の産業の振興のためにお金をつぎ込んで、事実なんですけど、これ無理ですよ、うん、無理っていうのは、うん、日露戦争後って日本の不景気に突入するんで、うん、そんな韓国にめちゃくちゃお金出して、例えばね、韓国の人々をある程度こうガス抜きする,よするまで、なんていうんですか、どん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 お金つぎ込むっていうのは、これ無理なんですよ、うん、もう事実上。 だからつまりこの義兵闘争っていうのがまあ世の中が一般的に認識している以上に規模が大きかったことを考えると伊藤博文のその文化政策でまあまあまあってガスを抜いてっていうやり方はもう事実上不可能、うん、なので伊藤博文は途中で韓国党官を辞任することになるっていうまあだから彼の 理想とする韓国の統治っていうのは難しいということで、であのこれ、誤解のないように言いますけど、伊藤博文がその韓国併合を反対したのは、の今の義兵闘争の激化っていうのが一つと、もう一つは、ロシアがそれを認めるのかっていう、ここがあるんですよ、やっぱり。というのは、朝鮮をやっぱり植民地にしますと、次がその満州が今度、 うん、安全保障のやっぱりお互いに重要な地域になりますから、うん、やっぱりその日露の関係が緊張するんじゃないかというのがあるので、伊藤はそのロシアとの関係というのは非常に重視する政治家でもあるので、ロシアの了解を取ることを伊藤は韓国併合の条件にしてます。うん、ちなみに、韓国併合をやるという方針自体は1907年、これにも決まってます。へー ですので、あのうん、韓国併合に伊藤博文が反対だったというのは言い過ぎです。うん、ロシアの領海を取るんなら、時期はともかくやっていいよっていうのが伊藤の立場ですので。うんうん、はい。で<や>、あとはじゃあ、<先>いつかっていう話です。うんうん、1910年ですよね、確か。はい、そうです。うん、はい。えっと、皮肉ながら引き金を引いたのは安順軍です。うん、というのは、うん えっと、1909年に伊藤博文がハルビンで暗殺されます。ハルビンって、うん、さっきの。東新鉄道の途中駅なんで、ハルビンはロシアが管理する駅なんです。うん、ってことは、伊藤博文暗殺事件は、理由はともあれロシア側の手落ちってことになるんです。うんうん まあだから日本側としては抗議できるんですよね。うちのロシアはね、面目潰れたよね、うちの伊藤博文って結構大事な政治家なんだけどっていうのは間違いないわけですね。うん、まあ、あの、有名な話ですけど、伊藤博文亡くなった後から、やっぱり明治天皇はだいぶ精神的には追い詰められたみたいで、うん、あの暴飲暴食重なって、これ有名な話ですね。うん 明治天皇ってもう晩年は160センチぐらいなんですけど体重が100キロ近くあってやっぱりなんですか、ね、内臓疾患で結局最後腎臓ですからね、まあ、やっぱりその肥満が一つ大きな原因ですし、うん、だんだんやっぱり無気力になっていったっていう話ですよ。 あの会議なんかでも居眠りしてて、山形ともになんかなんていうんですかね、そこはがとなく起こされたみたいな話もありますから、なんかサーベルガチンってやって、そうそうそう、で、起こされたってどねあの時明治天皇、肥満だだったんやっぱり日,日露戦争自体がもうかなりのストレスだったらしいです。で、まあ、伊藤博文って、やっぱり、明治天皇もやっぱり伊藤博文一番信用してますんで。 山形有友はやっぱりどっちかっていうとって感じですね、うん、もう山形よりは桂太郎の方を信用してますんで、桂はあの日露戦争を無事に遂行した内閣総理大臣ですから、日露戦争後はやっぱりかなりあの明治政府内でも評価が高いので、うん、そういう意味ではやっぱり桂太郎というのは結構大事な人物なんですが、で伊藤博文が暗殺されまして、安住軍によって暗殺されたことで、日本側はロシアに韓国併合の許可を取りに行きます。うん それが第2次日露協約と呼ばれる1909年の協約で、だから日本側としては、韓国併合するのに対してロシアはどう思ってんのかな、ドキドキっていう部分があるわけですよ。うん、で、まあ、言い方よくないですけど、伊藤博文の暗殺事件というのが1つ、ロシア側としてはもう日本に強く出れないところがありますから。うん まあだから伊藤博文暗殺の、まあ、なんていうんですかね、代償として、韓国併合をやってもいいよねという、うでその翌年、ですかね韓国併合8月ですけど、韓国併合条約と呼ばれるものを提言しますけど、これ、平和利にって言いますけど、うん、まあ当然もう軍隊、日本軍の軍隊がいるわけですから、形式的には平和利だったけどっていう感じですね。うん、はい だ先生がさっきおっしゃってた、ここに至るまでの義兵闘争とかっていうのは、もっと歴史的に光り当てるべきですよねそうですね、あとはやっぱり、どうしても日本側と韓国側、うん、まあ現在の大韓民国ですけど、側で、どうしてもこういう見解の違いというのは出てきてしまうんですよね、これが歴史認識の問題にもつながってくるので、うん、まあなのでやっぱり、なんていうんでしょう、両国の。 研究者なんかが協力していろいろ努力はしやってますけどももう少しやっぱり光を当てないといけないのかなっていう気がしますね。でこれ以降つまり1910年からあの1945年46年、はい、なんか,か、ね、日程36年とかって言われる、はいはいはい、この時期に韓国の人口は2倍になり大学が建てられ はい、道路が建設され、鉄道も建設され、はい、上下水道を整備し、病院を建て、これらはすべて日本人がやったことでそれ、日本人が行かなければ、韓国人は自分たちでは何一つできず、韓国の近代化は結局、日本人がやってあげたんではないかというような意見もあるのですが、先生、どうでしょうか、うんえっと。近代化が進んだことは事実です。はい、それはは否定すするべきででないんですけど、うんうん、ただ じゃあその目的は何だったんですか例えばあの、朝鮮の人口が2倍に増えるのも、当然農業政策せ、っせとやったからですよね。で、その朝鮮でじゃあ農業政策やって、お米の生産量が増えてるんですけど、それって、あの当時、内地って言い方があるんですけど、日本本土のことを内地っていうんですけど、うん、内地のお米が足りないから、朝鮮から持ってこようって発想なんですよ、基本的には。だ 朝鮮のことを考えていろんな政策をやったというよりも、日本にとって都合のいい政策をやった結果が朝鮮の近代化だったというだけなんですよ。例えば、その学校を増やすっていうのも、例えば朝鮮の小学校出て、最後、ソウル、京城帝国大学卒業した例えば人たちを朝鮮総督府で働かせれば、 これ朝鮮国内分裂させることできますよね例えばその朝鮮、日本の朝鮮支配に反対の勢力って当然、もういるわけですよ。スンマンなんかがいい例ですけど、うんうん、いるわけですよね。反日派ですよね。それに対して、親日派を作ることができるわけですよね。だから、置くわけですよ。 なるほということは、やっぱり国民学校から始まって、この京城帝国大学に至るまで、教育制度を整備することによって、親日派の朝鮮人をいっぱい作って、そして日本に味方になってもらおうという、だからそれで国内が分、国内とか、朝鮮内部が2つに割れれば、それは日本にとっては都合いいですよ要するに、支配する朝鮮人と支配される朝鮮人と分断と。 そのことと、朝鮮の近代化が進んだことっていうのを、大体、うん、その朝鮮の近代化が進んだことを肯定的に捉える人って、切り離して話しますよね、つまり日本の朝鮮支配を肯定したいがために、都合のいい部分を切り取ってしゃべる、まあ、これ、歴史修正主義の一番よくある典型的な例だと思うんですけど。で それはいかんでしょっていう、だから、両方光を当てる、うん。なるほど。だから逆に言うと、そのなんていうんですか、ひどい支配したじゃないかっていうことに、光ばっかり当てて、そのなんていうんですかね、日本の朝鮮支配はいかがなものかっていうのも、だからそんなこと言うから、うん、今度逆に。 支持を失うんですよ、まあ、これ、今度、左翼の方々ってことになるんですけど、だから、ちゃんときちんと両方に光を当てないとダメですだから、もう全くの暗黒時代の36年間だったっていうのもおかしいし、けれど、日本があの近代化の光を朝鮮半島に当てて、啓蒙の時代だったというのも変で。だから、バラ色の時代というのも。うん、で、あとは、これは、 まあ普通の考え方だと思うんですけど、あとはもう支配された側がどう思うかなんで、うん、韓国の人々が、だから、非常に不快な思いをしたというふうに言うのであれば、もうそれは、なんていうんでしょう、もうこっちから何も言えないね、もうもも思われちゃったんだら、はいうん、いくらしてあげたったらいいかって言ったとしてもね。もう一つ、これは言っておくとですね。うん えー、よくその日本政府とかが例えばその韓国の朝鮮支配、えー、植民地支配に対して謝罪をすることに対して批判する向きがあるときに根拠として、うん、いやイギリスなんか謝ってねえじゃねえかと、うん、あそこが一番世界中で植民地支配しただろうって、まあ、よく言うんですね。もっと集奪をしてね。これについて一応ちょっと 学問的な見地から研究する、研究、はい、しておくと、はい、イギリスはですね、自分の近国に植民地はないんです基本的にヨーロッパには植民地がなくて、例えばインドであるとか、うん、あとはアフリカであるとか、であとはまあ東南アジアですよね、うん、シンガポールとかマレー半島とか。でね、まあ、これ、まあこ、ちょっとこういう言い方すると問題になるとは思うんですけど。 ぶっちゃけ大きなな影響いただ日本の場合これ後発国文明国としては後から出てきた後発後方発信の国としてはもうね自分の禁国しか植民地にする場所はないんですよ。うん、って考えた時に例えばその植民地支配が45年に終わりましたでその後サンフランシスコ平和条約で日本が独立しました。 あの周辺国との外交関係って、まあ、それはやっぱり重要じゃないですか。うん、いや、もちろんこれね、もう21世紀で、お前、ネット使えばいくらでもすぐ相手と喋れるよとは言うけど、けどやっぱり、韓国との関係は大きいですよ。だって、近場なんですから。うん、って時に、やっぱその近場の国との過去にあった問題を、一切謝らずに、 イギリスが謝ってないんだから日本も謝らないぞみたいな言い方はいやいやそれは暴論でしょっていう、うん、そのいわゆる日本がどこを植民地にしたんですか自分の近場ですよねっていう、うん、隣特殊なんですよ実は。うん、でそこはやっぱ踏まえて。 話をしないとだから、イギリスやフランスは謝ってないじゃないかみたいな言い方はいや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 、それはちょっと暴論でしょっていう気は僕はします。うんそこの特殊性、自分の国の特殊性っていうのを理解しないと、なんかやっぱり、なんていうんでしょうね、かみ合わないですよね、議論が。と僕は思います。うんだからまあ、もし日本が、えー、とイギリススフランス並みの 力があって、日本から遠いところのどこかに植民地があって、そこでの話ならまあともかく、隣国での話だから、うん、ちょっとイギリスとインド間の関係とか、うん、あるいはフランスとあのアフリカの国の関係とはちょっと違うんじゃないのってことですね、やっぱり、うん。だからその謝らなくていいって言い切っちゃうのは、うん、ちょっとそれはなんか言い過ぎなんではないですかっていう気が個人的にはします。うん、はい。 先生これでパート3とりあえず終了して次、はい、戦後の日朝関係にお話を移していきましょう。はい